ホースポケット。この子ならいけます。ただいまより投票受付を開始します。さあ、緊張の一瞬が近づいてまいります。自らの思想を超えるとき、その目には何が映るんでしょうか。起伏の激しい難コース、スーパーワールドブリーダーズカップ、まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。オルコックアラビアンが上がってまいりました。ノバイボート、そのうち4番アルパカレインボー、それからエクリプス、そして5番手に3番ヘロドであります。それから10番カタノーテンバ、その外からはゴドルフィンバルム、差が開いて5番バッジェム、そしてその後ろから8番シックスアクター、ダーレアラビアンがそのうちにいます。それから離されましてマイアリーターク、内を通りまして7番エアベッキー、前でありますが前、先頭は9番オルコックアラビアン。大逃げにスタンドから歓声があふれております。ちょっと離されまして6番ノバイボート、それからこれも人気を集めております。4番アルパカレインボー、2番エクリプス、それからもう1頭ヘロド、この辺りちょっと離れているゴドルフィンバルム、台風の目となるか、カタノーテンバ、非常に怖い馬です。その後ろ3馬身くらいあって5番マッジェム、歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。ノバイボートは2番手このまま抜け出すか。1番内オルコックアラビアンが頑張っている。1発2発とムチが飛んでオルコックアラビアンが先頭だ。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外からはアルパカレインボー、オルコックアラビアン先頭、アルパカレインボーがかわした。これは激しいレースになりました。外から1頭エアベッキー、3番手にエアベッキー、ノバイボート、アルパカレインボー、またいがあったところがゴール板。よく頑張りましたね。1着4番、2着6番、3着7番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。
クエストを達成しました。そういえば、ご存知ですか？何かご用でしょうか？
ご存知ですか？